手土産の一つでも持って帰ろう。どういうおつもりですか、アフロディータ様。これは一体。最強無敵で絶世独立のこの私が他人の言うことなんか聞くわけないでしょ、小娘。さすがアフロディーテ様、暴君、ゲボー、鬼畜。黙らせいがいや。とにかくこうなってしまえば土地勘があるあなたも用済みよ。快適な道案内ご苦労様。ベロを保護してくれるって。保護も捕獲も一緒でしょ。私が生殺与奪の剣を握っているかいないかの違いだけで。けど本当にけど、めちゃんこ綺麗なくせにとっても性根が悪いわ、この女神様。女神なんてみんなそんなものよ、小娘。さ、というわけだからおとなしく捕まりなさい、小ウサギ。抵抗なんてしたって無駄よ。まあ、みっともなく命乞いするなら助けてあげても。すいません、投稿します、助けてください。くっ、するんかーい。お腹も空いて、喉もカラカラで、体もボロボロで、炎の怪物じゃなかったらもう何でもいいので助けてください。何でもいいって何よ、何でもいいって、扱い雑か。少しは抵抗して、様式美くらい守りなさいよ。もう、本当にそういうのどうでもいいっていうか、もう限界というか、お願いしますから、僕たちを。ベル、大丈夫？女神様、もう本当どうでもいいので連れてってあげてください。どうでもいいって何遍も言ってんじゃないわよ。ああ、もうサンドロ、ベックリン、このウサギを運びなさい。船で島に戻るわよ。めっちゃ食うじゃない。どれだけお腹空いてたのよ。まさか都から飛ばされてずっと一人でサバイバルしてたの？いや、非常にやつわかるよ。な、もう何してるの。ほら、お水を飲んで。焦らなくても大丈夫だから。アフロディーテ様、
なんかジャンル違いの隣の席になった男の子を海外しくお世話するラブコメが始まったのですが、めっちゃカップルカップル見せつけてくるじゃん。見せつけてないんですけど、ないんですけど。同級生学園ラブコメっていうより老年夫婦のそれっぽいわね。夫婦じゃない、私はただベルのために。あー、はいはい、もうなんだっていいわ。それよりもベル・クラネル、まともに喋れる程度には回復したかしら。はい、すいません、こんなに食べ物を恵んでもらってありがとうございます。それで、あの、今更なんですけど、ここって…オリンピアから離れた島よ。私たちの活動拠点、いわゆるアジトってやつね。この特殊の神域に侵入した時、聡明かつ英明な私はピーンと来たの。速攻でこの島を抑えて拠点化させたってわけ。アフロディーテファミリアの拠点は私たち教団も必死に探してましたけど、まさか海を挟んだ先、しかも神域に張り巡らされた炎の結界、その内側スレスレにあったなんて全然気づけなかった。炎の化け物がうろつく丘なんてむしろ避けて当然でしょ。まあ船を用意するのは確かに骨が折れたけど、オリンピアはとっくに死んでいて、炎を管理する教団もうさんくさいったらない。なら用心するに越したことはないもの。オリンピアが死んでる、どういうことですか。確かに汚れた炎は溢れ出しましたけど、あなたは食台とかいうのに潜ってて都の本当の姿を見てなかったんでしたっけ。そこの小娘の話によれば、いいわ、天界一の美声の持ち主このアフロディーテが聞かせてあげます、この聖域の真実を。オリンピアはすでに滅んでる。そんな都の人たちの正体があの炎の怪物なんて。事実よ。そしてそんなオリンピアを管理するプロメテウス教団を私は信用できなかった。これに関しては説明する必要もないでしょ。あなたたちも最後には裏切られて教団に命を狙われたようだし。まさかアフロディーテ様たちが都を攻め込んでた理由って。エンジンに落ちてない子をさらって情報を収集し教団を切り崩すため、下界を守るため神託に粛々と従っているなら、私も文句は言わなかったけど、どうにもプロメテウスの真意の他に自分の計画に沿って動いている輩がいるようだったから。
プロメテウスは気づいておきながら放置していたのか、それとも有能がゆえに利用していたのかは知らない。でもよからぬことを企てる輩に原初の日は任せられないわ。その人物は旧姓ではなく混沌をもたらすために暗躍している。悠久の成果を利用してでも